ケラニア大学はスリランカの公立大学。コロンブ郊外のケラニ、矢に所在し、二つのメインキャンパス、六学部四研究科を持つ。ケラニア大学は1875年、物奏教育機関として創設された。1940年代から50年代にかけて近代化が行われ、1959年にビディアランカラ大学、1972年に 生論大学、ビディアランからこう、1978年に、ケラニア大学と解消した。ケラニア大学は、スリランカの高等教育において主導的な役割を果たしており、新原語で科学を教えた、最初の大学、教養科目を文学部、社会科学部、小学、経営学部の三学部に改祖した、最初の大学として知られている。また、 ケラニア大学発でスリランカの高等教育に採用された制度が複数存在する。具体的には、理学部への産業経営学科、細菌学科の設置、文学部への美術学科、現代言語学科、ヒンディー語学科の設置、マスコミ学科、図書館学科、情報科学科の社会科学部への設置などである。ケラニア大学の文章は円形であり、3つの 同心円状の帯で構成されている。最も外側の帯には、新ラ語と英語の大学名と、モットーである、パンナやパリスチャティが記載されている。鶴状の模様で構成される真ん中の帯は中心を囲んでおり、中心には、純粋さの象徴であるレンがあしらわれている。これらのデザインは、古都アヌラーダプラのムーンストーンによく見られるものである。ケラニア大学には、理学部、 医学部、社会科学部、文学部、小学経営学部、コンピューティングテクノロジー学部の6学部が存在する。理学部は1967年、学部長、チャールズ田花焼教授の任命とともに創設された。1期生は57名、翌年1968年に教育大臣の認可を受けた。当初は、サイエンスブロックに学部が入居していたが、 学生数の増加に伴い1992年に新講義旨と行動が完成。2003年には450名の学生を受け入れた。現在では科学科研究棟、産業経営学科棟、細菌学科棟、動物学科棟も完成している。理学部理学部は8学科で構成されている。センター機能ソフトウェア工学教育機構ソフトウェア。 工学教育機構は2017年9月に将来ソフトウェア工学分野で活躍する学生の育成を目的として設立された。学生はインターネット、モバイルコンピューティング、データサイエンス、ヘルスインフォマティクス、ゲームアニメーションのいずれかのコースが選択でき、卒業生には理学士の優等学位が授与される。ケラニア大学は スリランカ国内で医学部を設置する8大学の一つであり、ラーガマキャンパスに位置する。1980年に創設された国内最初の私立医科大学である北コロンボ医科大学が1989年に国立化され、1991年に医学部として統合された。一期生として百二十名が入学し、五年の教育課程の後百九十六年に、 卒業生を送り出した。カルル・フォンセカ教授が初大学部長を務め、その後、ジャナカデ・シルバ教授、ラジタウィクレ・マシンエ教授、ニランティ・デ・シルバ教授が引き継ぎ、現在は、プラサンサエス・ウィジェシンヘ教授が務めている。現在では、南アジア諸国からの留学生を含む1000人以上の学生が学んでいる。その他、ヨーロッパ、アメリカ、オーストラリアからの留学生も受け入れている。 現在では120名以上の常勤講師、約40名の非常勤講師、60名以上の出張講師が医学部で教弁をとっている。社会科学部は学内最大の学部であり、12学科で2215人の学部生と650人の大学院生が学んでいる。学科学科センター機能小学経営学部には4つの学科が存在する。小学経営学部は、 スリランカの産業界に数多くの人材を排出している。ケラニア大学7番目の学部として2015年12月30日に創設された。この学部は学内科学部と協力して学内の情報通信機能の向上を行い、同大学が国内における計算機工学部門の中心的な地位を占めるようになることを目標としている。そのため、同学部では、 学内全体のコンピューターリテラシーの向上に取り組んでいる。この学部では計算機工学、ソフトウェア工学、情報技術、工学技術における修士課程を提供しており、情報工学教育課程は教育省による支援を受けて国内に ICT 教師を多く輩出している。また、今後以下のようなセンター機能を設置することを目標にしている。 大学院では6つのプログラムを通じ23の学位が提供されている。終始家庭取得可能な学位テラニア大学図書館は、同大学が大学としての地位を得た1959年に設置され、数回の移転を経て1977年に現在の建物が完成した。現在では23万冊の蔵書、150種の学術雑誌を所蔵している。 新州大学と2018年4月19日に大学間学術交流協定を結んでいる。U of K-Carrent Students University of c a l i f o r n i a 2020年4月24日閲覧 Departments and Academic Units Faculty of Science University of c a l i f o r n i a 2020年4月24日閲覧 Software Engineering Teaching Unit Faculty of Science, University of Kerania.2020 年4月24日、閲覧。The Faculty of Medicine of the University of Kerania.University of Kerania.2017 年6月12日、閲覧。Home, Social Science, University of Kerania.2020 年4月24日、閲覧。Home, Faculty of Humanities, University of Kerania. 2020年4月24日、閲覧。About Us.Faculty of Computing and Technology.University of Kerania.2020 年4月24日、閲覧。History.Library.University of Kerania.2020 年4月24日、閲覧。スリランカ・ケラニア大学の大学院長ら5名が、新州大学を訪問しました。新州大学。 2020年12月20日閲覧、ありがとうございます。